4週間でどれだけずれるのか、今回異変はあるのか、検証結果の続編です。7時で4週間です。止めてみます。ちょっとわかりづらいので1分後の拡大した映像で確認します。1分後の映像を止めてみます。拡大してみます。 SBGA211 はズレが 1.5 秒ぐらいになっています。2分後の映像を止めてみます。拡大してみます。前のシュート変わりがないです。アテッサを基準にザ・シチズンがプラスマイナス0秒、 SBGA211 がプラス1秒、 SBGJ237 がプラス6分30秒でした。これからも参考になる動画、おっと思わせる動画、新しい発見の動画を投稿していきたいと思います。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。